こんにちは。和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております。平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日の話をお願いします。はい。今回のテーマは、同業、同房です。ほう。違う読み方をすれば、同行っていうのを、同業を同行って呼んで一緒に行くみたいな意味とか、はい、あと、同房も違う読み方で同胞っていうのだったらなんか学校の名前であるよなぐらいしかわかんないです、今回の。ああ、はい。はいはい、学校の名前はそうですね、その、ここから来ている。あ、そうなんですか。あ、ちょっと楽しみです。ですけども、はい、よろしくお願いします。はい、同業とか同房と言いますのは、仏教を聞き求める仲間とか友達という意味ですね。うん、なるほど。はい。で、この仏教を聞き求めていくということは、これまあ、何度もこの和やか仏教で話をしておりますけれども、うん、仏教というのは本当の幸せのあることを教えているのが仏教であります。うん、はい、でそこは本当の幸せに一念で、自分自身が本当の幸せに生かされると。うん、これが仏教を聞く目的でありますが、うん、その同じ目的に向かって進んでいく、友達、仲間、同業とか同母、同じってありますけど、その同じ目的に向かってっていうことですね。行く、同じ目的地に向かって共に進んでいく。まあ、連れ合いという意味ですし、同房の方では友達とか仲間ということですので、なるほど。同じこの本当の幸せに向かってこう進んでいく仲間であり、友達ということが同業、同房ということの意味です。はい。で、まあ、前回求道っていうテーマについて、話をしておりましたけれども、はい、仏教の道を聞き求めていく、仏道を聞き求めることを求道と、まあ言いますけれども、まあこれ世間のことでもそうですけど、どんな道でもそうなんですけど、本気でこう求めていこうってなると、これ大変なんですよね。まあそうですよね。こう極めようとか突き進もうと思うと、逆に言えば辛いことの方が多いですもんね。そうですね。はい。で、ですからこの本気でその求道していこうと、本当の幸せに向かって進んでいこうと、求道していくっていうことは大変なことですので、ですから仏教では、そのようにこの求道していく上で、一緒に求める友達や仲間の存在、同業、同房の存在がすごく大事なんだよと、大切なんだよと、こう、教えているんです。これは世間の道でも、さっき言ってた通りですけれども、趣味や気の向いた時にやる程度であればいいんですけど、本気で何かにこう取り組もうと思ったら、例えば、オリンピックに出て、いい成績を残そうと思ったらですね、それは気分が向いた時にだけ練習するとか、そういうことでやっぱりいい成績が残せないでしょうから。ですね。普通はね、そうですよね。はい。で、また、仕事でも、そうですよね。ちょっと趣味の延長でやってます程度だったら、気の向いた時にやればいいのかもしれませんけれども、しかし、本気でその、会社やその部門を、その業界でも、トップレベルにさせたいとかですね。かなりのその、売り上げを伸ばしたいとか、そういうふうに思ってやるんであれば、やっぱりやりたいときにやるっていう、それぐらいではちょっとやっぱり、そうですね。うまくいかないでしょうから。やっぱり、本気になって、時間も惜しいんで、オリンピックで言えば、毎日毎日トレーニングしたりとか、やっぱりその指導者から教えてもらったりとか、また食べるものとか、睡眠とか、いろんなことにこう気を配りながらやっていって、ようやくいい成績が出せるっていう世界ですし、仕事でもそうですよね。はい、うん、そうですね、うん。いい結果を出そうと思ったら、やっぱりいろんな工夫したりとか、いろいろ段取り考えたりとか、いろんなアイデア出したりとかしないと、やっぱりなかなかうまくいかないわけです。はい。そういったことでさえもそうですから、ましてやこの仏の道を求めるということは、これは本当の幸せを求めるっていうことですから、それは趣味や生きがい、ちょっとやるっていうのと、わけが違いますから。そうですね。これまでの話聞いてると、それこそ、もちろん金メダルを取ることってすごく大切だ、すごく難しい、すっごい大変なのはわかりますけど、
仏像を極めるのはもっと大変じゃないってちょっと思ってたりもします。それぐらい大変だと思いますね。そうですね。この何があってもこう色褪せることのない、崩れることのない、この本当の幸せを求めるということですから、まさに趣味や生きがい程度のですね、って言ったらちょっとあれですけど、まあ、それぐらいの気持ちでこうやっていたらさ、なかなかこう進まないわけです。要は本当の本気にならないためで、ちょっとでもいい加減な気持ちがあったら、たどり着きたいところってなかなかいけないですよね。そうですね。はい。まあ世の中のことでさえもそうですから。そう、世の中のことでさえそうです。はい、ですから、この本傾向を求めていこうと、聞き求めていこうとなりますと、やっぱり大変なこと、時にはこの落ち込んだりとか、こう仏道を聞き求めていく上で、この時に落ち込むこともあるでしょうし、壁にぶつかることもあるでしょうし、まあ迷ったり、悩んだりすることも、まああるでしょう。いや、必ずあるんですよね。うんうん、そういう時に、この困ったり、悩んだり、壁にぶつかったり、そういうこと必ずありますので、まあそういう時にこう共に求める、一緒にこの聞き求めていく、この仲間や友達、同業、同房と言われる存在がすごく大事なんだよと、こう言われるんですね。やっぱこの、本当の幸せって、未だかつての見たことも、聞いたことも、食べたことも、当然ありませんので、そんな世界にどう求めていっていいのか、どう進んでいっていいのか、当然わからないわけですから、そのわからないことを教えてもらったりとか、また、時に落ち込んだりとか、壁にぶつかった時にも励ましあったりとか、また、アドバイスしてもらったりとか、こういう身近に、で、こう一緒に求める人の存在っていうのは、すごく大事なんですね。うん、ね、この誠の幸せをこう求めていく上で、まあ、これ、良き仏教の先生、指導者や、また今、テーマにしてます、この、同業、同房ですね、仏教を求める仲間や友達の存在っていうのは、特に大事ですから、仏教ではそれらの人たちに、よく、それらの人たちの縁をよくよく深めなさいよと。それらの人たちとよく接するようにしていきなさいよと。このように進められているんですね。うん、なんか、まあ、それは、それこそ、まあ、これ、属性というか私たちの話ですけど、例えば、なんか、賞を取った人とかも、支えてくださった皆様のおかげです、みたいな言うじゃないですか。はい。共に励まし合った仲間がいてくれたおかげで、みたいなことを言うから、そのね、普段の生活とか、その競技とか、まあ私たち分かる範囲の中でもその友達、一緒にやってくれる友達が、すごい大事っていうのが分かりますから、さらにこう、本当の幸せを求める仏教っていうものに関してだと、やっぱり、すごい大事な祭っていうのはなんか分かりますね。そうですね。はい。まあ人間やっぱりこの気持ちって強そうでやっぱり弱いもんですから、何かを求めていくっていう時に、うん、たった一人でこの進んでいくっていうのはなかなか大変なことなんですよね。うん、で、誠の幸せを求める上でもこう失敗してしまう人の例として、うん、それは良き仏教の先生やこの仏教を求める仲間や友達に近づこうとしない、うん、まあ、そういう人たちの縁を深めようとしない人は失敗してしまいますよと。まあ、こういう忠告もなされているぐらいですので、うん、まあ、特にこの周りに、共に仏教を聞き求めるこの仲間や友達がいる方は、それらの人たちの存在ですね。よく大事にしていただきたいと思いますし、はい、まあ、そういう方が、近くにおられないと、まあ、いう方は、ぜひそういう方がですね、近くにおられるようにですね、ぜひそう、そういう仲間の存在ですね、はい、ぜひ求めていってもらいたいなと思いますね。はいはい。って聞きながら思ってたんですが、そう、多分ね、この名古屋歌舞伎をご覧いただいてて、コメントもいただいて、なかなか返せてないんですけど、いつも、ありがとうございますっていうことがすごいもらうんですよ。はい。コメント欄でね、今日も素敵なお話ありがとうございましたって、毎回書いてくださってる方もいらっしゃって、そういう、この番組の視聴者さんっていうのも、ひょっとすると視聴者さん同士で、この同業とか同房になる可能性もありますよね。あ、そうですね。ね、今ちょっと、はい、なんかいいコミュニティを提供できてるのかなってちょっと思っちゃったんですけど、はい、ぜひ、ということで、ぜひ、皆さん、あまりこれ、この番組言ってこなかったんですが、そういうコメントなんかもあったら、ぜひ、動画のコメント欄にね、記載して、いただけたらなと思っております。
はい。ということで今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。